我推し桑田佳祐作曲ソングをやってるんですけどもね、まあ野原さんとの対談動画でサザンオールスターズをずいぶん長いことやってですな、シングルアルバムとほぼ全て扱って、昭和の時代はねほぼ全て扱って、でさらにですね、今度は私個人による桑田さんの我推しソングを押しまくるというところでね、もういい加減長いよって思われてる方もいらっしゃると思いますけれども、まあそういう方はね黙ってブラウザバックしていただければと思いますね。サザンファンの方も結構いらっしゃると思うし、その中にはこういうね私のようなド素人がどういうふうに桑田佳祐あるいはサザンオールスターズを聞いてるのかというのを聞いてもいいかなっていう人も結構いらっしゃるんじゃないかなと思うのでね、まあまあそういうのが趣味に合わない方は黙ってブラウザバックしていただくという感じでお願いいたします。さあ今回はね、桑田佳祐さんが作曲された歌の15位から11位でございますね。さあそれでは参りましょう。第15位、チャコの海岸物語ですね。まあこれはある意味サザンの代表曲の一つですよね。やっぱりまあ私の記憶に残ってるのは原優子さんと婚約した時の歌だったのかな、これ歌ってる最中に婚約発表したかなんかだったと思うんだけどね、あの野原さんの動画でも言ったけどさ、心から好きだよチャコがまあ普通の詩なんだけどね。ちなみにこのチャコっていうのはあのやっぱりビクターのレーベルの飯田久彦さん、昭和30年代ポップス歌手として名を馳せていたね、あのルイジアナママの飯田久彦さんがビクターオンさんのそのね、まあフロントっていうかそのスタッフに入ってて、そのつながりがあって、多分桑田さんとすればね、自分が子供の頃見ていたそのポップス歌手のさ、自分の原点みたいな人が自分と関わってる、レコード会社で関わってるっていうところでいろいろ思うところがあったんでしょうね。でこのチャコっていうのはその飯田久彦さんのことだっていうふうにウィキペディア見ると書いてありますけどもね、それを聞くと、あ、そういうことだったんだって。チャコってだいたい久子ね、チャコちゃん、チャコちゃんってね、やっぱり昭和30年代から子供向け番組でさ、よもはるみさんが演じてたあのチャコちゃんシリーズのチャコちゃんではないんだね。普通の久子ちゃんでもないんだね。飯田久彦さんのことなんだね。らしいのよ。まあそのぐらいだから桑田さんにとってあの当時のポップスってもう血となり肉となりっていうものだと思うのよね。だからその日本語の単語と英語の単語とちゃんぽんに使ってみたいなところがさ染みついちゃってと思うんですよね。そういうのがもう子供の頃から染みついてるから自然と発露されちゃうみたいなところがあるんじゃないかなと思うんですよね。ところがこのチャコの海岸物語では珍しいくらいさ、そのちゃんぽん英語がなくてほぼ全て日本語で歌詞を構築してんだよね。それってやっぱりその単語としてはちゃんぽんの言葉を使わない分、その分ここに入れてきている単語を際立たせたいっていう、そういう多分思惑があると思うんですよ。どんな単語かっていうと、まあそのチャコもそうだし、それからミーコもそうだし、それからピーナッツもそうですよね。みんなさ、チャコ、ミーコ、ピーナッツ、みんなさ、桑田さんの原点的な昭和30年代のポップス番組で活躍していた人々でしょ。ね、飯田久彦さん、広田美恵子さん、ピーナッツさんってね。だから、その人たちの言葉を浮き上がらせるために、いつも見たく英単語、わけのわかんない英語っぽい言葉を混ぜてない。おそらくね。ほぼ全て日本語だけで構築しているから、チャコとかミーコとかピーナッツって言葉が浮かんでくんだよね。もうだから、その人たちに対する、まあ今の言葉で言うとリスペクトっつうかな。まあ私の嫌いな言葉なんだけど、尊敬でいいじゃねえかと思うんだけど、敬意でいいじゃねえかって思うんだけどね。まあその人たちの、その人たちに対する敬意を表現、まあ表してるっつうかさ、いう感じがするのよ。ね。まああとジルバダのね、そういう言葉はあるけど、ほぼ全て日本語で珍しいぐらいにさ、構築してるわけ。それってだから、まあ私が思うに原優子さんへの思いもこう重ね合わせてるようなところがあるからさ、
それでまっすぐとに、まっすぐに日本語で表現してるのかなっていうところもあるだろうっていう気がするのね。プラス今言ったような感じの、まあ、自分の血となり肉となってる昭和30年代ポップスで活躍してした人々の名前を散りばめてあるから、ね、余計な言葉は他には入れないんだみたいなさ、いうところもあるのかなっていう気がするんだよね。で、まあ前回も言ったんですけど、このチャコの絵画物語が昭和57年なんですよね。で、58年から桑田さんのさ、音楽性っていうか、その音楽の作り方がちょっと、まあ、レベルアップって言葉はあんま適当じゃないんだろうけど、こう手が込む、より手が込むようになるっていうかな。この57年までは歌謡曲の延長っぽい感じなんだけど、私の感想ですよ、私の感想だけども、この57年までは歌謡曲の演奏っぽい感じがあるんだけど、58年からグインと変わるのよ、私にとって。もう大きく変わるんだよね、58年からね。それ意識してやったのかどうか分かんないけども。だから、まあ、このチャコの海岸物語の次が虹色ザナイトクラブでさ、まあ、その虹色ザナイトクラブのね、編曲もすごいと思ったし、まあ、その次の曲もね、すごいと思ったんだけど、はっきりとその57年と58年で境がある気がするんだよね。それは後に出てくる曲で、まあ、触れたいと思うんですけれども、そのことについてはね、まあ、あくまで私が個人的にそういうふうに感じるっていうだけなんだけどもね、57年と58年で桑田さんの音楽作りがはっきり違うんじゃないかなって気がしてる。で、このチャコの海岸物語はほぼ最後のっていうかな、私にとってね、ほぼ最後の初期サザンっていう感じなんだよね。で、間に中間期があって、中間期っていうか、そのまあ、どっちとも言えないものがあって、まあ、第1期だね、チャコの海岸物語までが第1期で、で、58年から第2期が始まるんだけど、私にとってね。で、その間に2曲あるんだけど、それはまあ、その変換点っていうかね、そういう感じがする、私個人の感じ方がね。だから、まあ、勝手にシンドバッドから始まった歌謡曲、ちょっと異端なとか、ちょっと面白い歌謡曲、ね、面白歌謡曲路線っていうのはさ、ここまでかなって気がするんですよ。で、58年になって桑田さんははっきりと意識して脱皮していくのかなっていう感覚を受けてますけどもね。第14位、スキップビートですね。スキップビートっていうんだよね。これ発音しづらいなと思うんだけど、まあカタカナでスキップビートでいいんだろうけど、これはやっぱり桑田バンドでしょ。桑田バンドは私はむちゃくちゃすげえ音楽性だなとは思ってんですよね。これはすごいでしょ、スキップビートは。もう詞がまずすごいなと思うのよ。あの、前から桑田さんってさ、こうね、日本語をなんとか流麗な感じで流れる感じで曲に当てはめようっていうのを模索してたじゃないですか、多分ね。それがこの辺になってくるとさ、まあ非常にお見事っていう風になってくるんだよね。だから詞の意味は正直別にどうでもいいっていうかさ、まあご本人もねそんなに意識してなかったろうけど、その代わりその流麗さっていうか、こう流れるような感じとかで、それを構築するための単語の選び方が独特っつうかね、面白いなって。こうスキップビートは本当それの最高潮ぐらいかなと思うんですよね。でも、なんだろう、桑田バンドっていう風にこう横文字でバンド名作っちゃってるところで、よりこうロックっぽく、ロック路線で行こうっていう風にしたのかもしれないけどもね、それが影響してるのかどうか。サザンオールスターズでも割と直接的な言葉はいっぱい使ってたけど、この桑田バンドはさらに和をかけてすごいっていうかさ、特にこのスキップビートはさ、もう題名からしてスケベだからね、スケベ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 ですから、あの、もう詩全体がそんな感じなのよ、ね、君にトリコの生ジュニアだからね、君にトリコの生ジュニアですからね、すごいよね。こんな詩はなかなか当時までの日本人じゃ作んなかったなっていうね。まあそこは多分聞いててドキッとする部分なんだけど、
でも他の部分の歌詞っていうかな、そこの単語の当てはめ方は結構好きなんですよ。いろんな女コーナーってここ好きなのよ。なんか面白いよね。いろんな女コーナーね。レノンが流れるロックカフェに女がいて、その角角に女がいるよって、いろんな女コーナーってここの言葉の当てはめ方ね。可憐な女ばっかりとかさ、もう日本語をこううまく当てはめてんなっていうね。この言葉遊びのところが随分芸になってきたっていうかさ、ものすごいハマるようになってきたなってね。桑田バンドはだからね、詩の感じもより洋風っていうかな、もう日本人がここまでできるんだってとこまで行っちゃってるなって感じがするんですよ。詩も曲も、あ、日本人がついにこんなことを、こんな歌を作るようになっちゃってんだみたいなね。もう日本人離れしてるとかそういう感じじゃないんだよね。もうそのまんま これでおかしくないでしょって、ね、このまんま聴いてておかしくないでしょって。といってこれがこの歌をアメリカに持って行って通じるとかそういう話じゃないよ。そんなことはむしろどうでもよくて、あ、日本人がもうこういう洋楽を作れるようになっちゃったんだなっていうね、そういうふうに思います。うん、で死に割れたパーツのマニアっつんだよね。もうすげえなって思って知らねえ。日本人がなかなかここまで歌わないでしょ。多分ね、本場のロックだとさ、こういう詩ってまあいくつかあると思うんだよね、多分ね。でも日本のロックでなかなかここまでは歌わなかったなって思ってさ、おう腰を絡めすんげえだからね。スケベ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 、割れたパーツのマニア、腰を絡めすげえスケベスケベスケベだからね。こんな歌はさ、普通にザ・ベストテンとかで歌ってたわけでしょ。すごいよね。いやいや、なかなか刺激的だよね。でそれでなんか攻撃されないっていうかさ、あまりにも音楽性がすごすぎて、みんなそんなことどうでもよくなっちゃうっていうかね。詩はもう苦笑いはするけど、まあでも曲がすごすぎるから別にそんな詩のことでねというね、詩のことでどうのこうの言うのは違うでしょ、そこですかみたいになっちゃうからね。いやいや、この曲聴いてそこですかみたいになっちゃうからね。割れたパーツのマニア突っ込んでたらさ、いやいやいやって、割れたパーツのマニアは別にそこどうでもいいでしょってね、この曲聴いてそこですかってなっちゃうからね。いやだからもう自信を持ってやってんだろうね、この詩もね。もうこんだけの曲に載せてんだから、この言葉を選んだってね、別にそんなにおかしくないでしょっていうね、そういう自信が感じられますよね。ここでお知らせをご覧ください。第13位、レッド・イット・ブギーですね。これは題名だけ聞いてもピンとくる人少ないと思うんだけど、まあ、LP に入ってる曲だからね。ただ知ってる人非常に多いと思うんですよ、この時代いた人ならね。この時代聞いてた人ならザクトライオンの CM ソングなんですよ。まあ、私これ結構好きだったのよ。ドゥンドゥンドゥルドゥンドゥンドゥルドゥンドゥンドゥルルンって、まあいかにもまあブギーって感じのさ、すごい弾んだ曲で、そこ好きだったんだけど、で CM ではさ、あたりかまわずスーパースーパー、なんかもくもくふーふー、吸ったそばからやんに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 気にかかるとか、そんな感じだよね。やんに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 って、そこがすごいなんか耳に残ったし、でもう声聞いたらさ、もう桑田さんって一発で分かるから、あ、サザンこんな CM ソング歌ってんだみたいな感じでね。あ、サザンがこんなザクトライオンの CM ソング歌ってるみたいな感じでね。でやんに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 気にかかるとか歌ってたんだけど、それさ、まさか曲として発表してると思ってなくて、当時は。あ、当時でも聞いたか。なんかで聞いたんだよな。で、実際の曲ではね、そんな色気がやんに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 気にかかる、みたいなね。色気にしてんだよね。で、そのやんにやんにってのは、やにってことじゃなくて。でもまあ、多分 CM ソングとして発注されたんだろうね。で、それをせっかく作ったからアルバムに収録してって、それには、当時はね CM ソングのまま収録するのはあんまないから、まあ一般的な歌に歌詞を変えてみたいな感じだと思うんだけどもね。だこのレッド・イット・ブギーはね、これもやっぱ
なんか一回やっぱり当時から日本人離れしてんなって思いましたよね。日本人がこんな曲作るんだみたいな感じありましたよね。まあブギーっつうとやっぱり宇崎竜童さんのスモーキングブギーとかさ思い浮かぶけど、デンデルンルンデルンね、まああれとちょっと似た部分も確かにあるんだけど、スモーキングブギーの方はさやっぱり歌謡曲っていうかその日本人が作った歌だなっていう感覚だったよね。ところがこの桑田さんのレッド・イット・ビギーに関してはさやっぱり洋風なんだよな。まああくまで風なんだけど、でも日本人が日本の曲として作ったっていうよりははるかに洋風寄りなんだよね。洋風なんだよ。それは当時から感じてましたね。でやっぱり桑田さんはその昭和31年生まれであるのが一番大きいんだろうけど、そのね日本でポップスがまあ第一流行っていうかな、そういう時代を幼少期過ごしてるっていうのは一番大きいんだろうけど、ね、それ第1回でも言ったけども、そういう幼少期を過ごした作曲家がみんな桑田さんぐらい洋風な歌を作れるかっていうとそうではないからね。まあなんだかんだ一言で言えば天才ってことだと思いますけれども、本当にね、いやいや日本人がこんな曲作るんだっていうのいくつも あるんだよね私にとってですよ。それこの一番最初ぐらいはこのレッド・イット・ブギーかなっていう気がしますね。第12位、ミス・ブランニューデーですね。これは単純にやっぱり編曲が好きですよね。編曲、これはやっぱりイントロからしてつかみがね OK って感じで、まあテクノって言えばテクノなんだけれどもね。だからこれが昭和59年かですよね。だから私58年からはっきり桑田さんの、まあ、編曲っていうかな、音作りが細かくなっていったっついうふうに感じてるって言ったけども、まあその後ですからね、ミス・ブランニューデー。だからこの辺はもう完全にああまたすげえやって思ってましたよ。もう昭和58年から桑田さんの作る曲一つ一つに刮目しててさ、わすげえ、うわすげえ、日本人がこんな曲作るんだみたいな感じの連続でしたね。だからミス・ブランニューデーもね、まあそういうのはあったですよ。で詩なんだけれども、やっぱり分かりやすいですよね。でこれ昭和59年だからさ、もうまさにバブルにこれから日本が突入していくっていう経済的に一番いい頃なのよ。バブル時代が一番いいわけじゃないからね。バブル時代ってのはもうババ抜き入ってるからさ、でいつ誰かがババを引くみたいな、そういう時代なのよ、ね、分かんなかった人も多かったと思うけど、日本が本当に一番経済的に良かった時代っていうのはこの頃だよね。で、まあそういう世相を表して、そう、まあいわゆるチャラチャラした女がさ出てきたっていうことでしょ。それを桑田さんが皮肉ってる歌ってことだよね。世相を切るみたいな歌だよね。夢に見る姿の良さと美形のブルージンね、体と欲で襟好みのラプソディーだから、着飾ってその見た目の良さでね、体と欲で男を襟好みしてるとね、そういうミスブランニューデイ、ね、ブランニュー、ね、なんだろう、まあ、最新のブランドに身を包んでるようなそんなことなのかな、でそういうのってでみんな同じブランド着てさみたいな、有名なブランド着てみんな同じ素振りじゃないのってね、誰かと似た身なりじゃないのっていうふうに桑田さんおっしゃってるわけよ。でまあそれってまあこういう流行に乗ってる人たちを切るのに一番分かりやすい切り口なんだけど、私はちょっと見方違っていてさ、それ言ったらそのブランニューな人々以上に我々一般人の方が誰かと似た身なりしてたわけや。私なんか何の変哲もないさ、吊るし着てたわけだからね。あ、吊るしっつうか、まあ、吊るしもそうだけど、その私服にしてもさ、ね、全然そのそこの辺のスーパーに売ってるようなさ量産品着てたわけよ。だから我々一般人、ファッションに気を使わない一般人の方がみんな似たような身なりしてたわけ。実はね、実はですよ。だからこういう切り口ってだから陳腐だなとは思います。はっきり言うとね、陳腐だなとは思うけど、桑田さんってさよく言うように思想とか心情ってあんまり関係なくて、その自分の曲を作る時の取っかかりみたいなのが大事なんだよね多分ね。そこに過剰な思想性って多分ないはずなのよ。
だから桑田さんがこの当時そういうねチャラチャラした女の人たちに多少のねそういう気持ちはあったかもしれないけど、じゃあそれをさ本当にさ心の底から軽蔑したか知ったかっていうと、そんなことは絶対ないはずだからね。おそらくね、だからこういう風に詩を作ると切り口として分かりやすいでしょうみたいな感じで作ってると思うんですよ、言ってみれば、ね、俺は別にこういう切り方しなくてもいいんだけど、こういう切り口すると乗ってくれるでしょうお前らみたいなさ多分そんな感じで作ってるだけなんだろうなと思うんですよね。だからまあ切り口としては陳腐でも、それっていうのは多分ね陳腐な切り口の方が大衆性を持つっていうことじゃないかなと思ってるんですよ。で曲作りもまあある意味陳腐って言えば陳腐っていうか、ねテクノ、確かにテクノなんかね野原さんも言ってたけど、随分時代遅れって言えば時代遅れなんだよね。今更テクノですかみたいな感じはこの頃あるわけよ、やっぱりね。YMO とかに熱中してた野原さんみたいな人たちからすれば、なんでサザンが今更テクノみたいな多分あったと思うんだよね、あの時の談話から聞いてさ。でもまあそうなんだけど、一般人はさその YMO にそれほど感情移入してなかったわけよ。なぜならばあれ詩がなかったからね、歌えなかったからさ。で歌えるようになったら今度君に胸キュンまで行っちゃうわけでしょ一気に。そうするとあれはなかなかね逆に恥ずかしくて歌えねえななっちゃうからさ。で桑田さんがまあテクノ的なものをようやくね普通のごくごく普通の若者に届くようにしたっていう感覚を持ってます、私はね。だからまあ斬新に聞こえるかもしれないけれども、実は先人はいてっていう、まあいいとこ取りだなっていう感じがしますよね。で詩は陳腐だなとは思うけど、その陳腐は多分狙って陳腐にしてんだなと思いますね。だからミスブランニューデイっていう風に流行に乗ってる女を切ってる歌だけども、まあそれがその歌そのものがなんか流行に乗らせようとしてる歌なんだみたいなさ、そういうなんつうかな逆説的な面白い歌になってんじゃないかなっていう風な捉え方を最終的に私はしてますけどもね。ここでお知らせをご覧ください。第11位、ボディスペシャル2ですね。これこの歌なんですよ、私が桑田佳祐って本当にすごかったんだって思った歌はこれなんですよ。それまではどうしてもさ勝手にシンドバッド、デビュー曲の勝手にシンドバッドの印象が強いから、まあ、ちょっとコミックバンド的なところからデビューして、でもだん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 曲作りがこなれていってみたいな感じで延長で見てたわけ、勝手にシンドバッドの延長で見てたわけ個人的にね。で昭和57年、まあ、たびたび言うんだけど57年と58年で大きく違うんだよね、私にとってサザンオールスターズが、まあ、というか桑田佳祐さんの曲作りがね。それはまあ後でまたはっきりと言う時があるんだけど、この後のランキングで言う時があるんだけど、そこまで取っときますけど、でこのボディスペシャル2はまさに58年の第1弾なわけでしょ、サザンオールスターズのね。こっから私もまさにあ今までと違うって思ったわけ。日本人がこんな本当のロック作れるんだみたいな感じに思ったわけよ。私もそれなりにロック好きだったかさ、ストーンズとか聞いてたけど、いやってこんなにロックしたロックを日本人が作るようになったんだと思ったよね。これはねすごいよ本当に。でこれは例によってさ、歌詞はさ自分が昭和30年代に聞いた第一次ポップスブームみたいなところでさ、よくさざなみ健二さんたちがやっていた日本語と英語のちゃんぽんみたいなところをさ、もうそれの極致みたいな感じだよね歌詞はもう、ね、君燃える君が妙にセクシーで絡まって I will feel so good 心も乱れるままにアップダウンでしょ、大事なところに Kiss me please とろけるようにもらもうだからさ、もう英語と日本語がちゃんぽんちゃんぽんなんだよね。何言ってか分かんない、何言ってか分かんないけど何言ってか分かんなくていいんだみたいなね、もう曲なんだよって、曲の流れを聞いてくれっていうところだと思うんですよ。で日本語は乗りにくいけども、こうやって英語を混ぜることによって日本語も流れるように聞こえてくれればいいなぐらいの感じだと思うんですよね多分ね。で大事なところに Kiss me please とか、そこの辺もやっぱりさ、この辺からか
これちょっと前からあったけどね、もうすごい直接的な詩が入ってくるわけ、ね、でもうスキップビートに行くと君に虜の生ジュニアまで行っちゃうけどもうこういうさ直接的な詩がね、もうでもこの頃はまだ直接的な部分は英語なんだよね。一応 Kiss me please って誰でも分かるって言えば分かるけど、一応まだ英語でやってるわけよね。この辺は大事なところに Kiss me please、 ただ大事なところにキスしてくれみたいなことをさ詩に書いたっていうのはやっぱり桑田さんが最初でしょうね。だからエロ方面でのそのとんがり方っていうのはもうずいぶん前から桑田さんはすげえなっていうことをやってるわけですよ。これもやっぱり洋楽、本当の洋楽ではねいろいろやってる人たちいたんだろうけど、まあ日本人では桑田さんがダントツだったんじゃないの。少なくともエロ方面では絶対そうだよね。うん、まあでもこれは編曲からなんからやっぱりすごいなと思って、ここら辺からサザンの曲作りというか編曲が歌謡曲離れしていくっていうかね、それまではなんか歌謡曲の延長だなとしか思ってなかったけど、ここからこのまさに昭和58年から、まあ実際にはその前何曲かから少しずつ変化あるんだけど、まあまあ58年このボディスペシャル2から私ははっきりとね、あ変わったっていうふうに思ったわけ。ああまあ詞もとんがってるし、よりロック寄りだしさ、で曲もはっきりともうロックだよね、完璧なるロックでしょ。いやしびれたね本当に。いやいやこんなロックこんなロックンロールを日本人が作るようになったんだっていう、なんか感動しましたねこれ聞いた時はね。でさ、ボディスペシャル2っていう題名が聞いてるわけ。これ B 面がボディスペシャル1なんだね。なのにあるのに、ボディスペシャル1があるのに、そのボディスペシャル2の方を A 面にしてわざわざこう目立つようにしてるっていうのはさ、これ絶対にプレイバックパート2へのオマージュだよねと私は思ってる。え、あの山口百恵さんのプレイバックパート2が出た時にさ、え、いきなりパート2ですかみたいな驚きがあったわけよ。あのプレイバックパート2について小1時間語ってる動画ありますけどもね、その中でも言ってるけど、当時私なんかは、まあ私とか私の周りはね、え、いきなりパート2なんですか、え、プレイバックパート1ってあったっけっていう、すごい不思議だったのよ。多分桑田さんもそんな不思議な感覚あったと思うのね。でそれやってみたくなったんじゃないかなと思ってんの。だからボディスペシャル2、ボディスペシャル2ってこうザ・ベスト10とかで紹介される、だからそれ聞いてた人たちは、え、ワンはみたいに思ったと思うんだよね多分ね。まあそのところを狙ってたのかなっていうふうに私は思ってますけどもね。新年早々うるせえ奴らがリメイクされるという報道が飛び込んできましたけれどもね、1月1日元日に発表されたんでしたっけ、記憶語りで扱ってみようかなと思ったんですけどもね。